九州関係の。あ、そうですね。ここが熊本県人吉市のいろんな美味しいものでございます。200万円のあります。初伸びどう？そう、初伸びこれいいでしょ。蜂の巣でしょ。蜂の巣じゃないよ。蜂ってほら、蜂だに蜂の巣は違うから。蜂だに似てるけどね。映ってます？よく映ってるでしょ。お手。そういうのはいたしませんけど。お座り。私そういうのいたしません。伏せ。もう伏せてるわよ。お立ち。何分ぐらいある？頭って、あ、熱くなってきた。昔悪いことするとお給だったからね。ね。AI の体験はいかがですか？AI の体験はいかがですか？こういう画像とか出せますけれども、これはあと質問すると答えてくれるんですよ。僕ってかっこいいですか？ごめんなさい、個人的なことはなかなか一般的なことだけ。はい、今日の天気はどうですか？これちょっと違うんです。ここまでの情報。あ、東日本大震災、私の故郷です。故郷、私の田舎なの。あ、福島県。茨城県の隣に被災後だし。あ、そうですか。やっぱ流されて、煙も北に行きましたからね。六角堂が流されたし、六角ら天津君が近くに行ったり、爆弾の、風船爆弾の発信基地。徳川家とかそういう人たちは大丈夫です。お父さんもちょっとまだ入ってないんですけど。昔の人の佐竹藩。
日立の国から逃げた畑藩の全員が秋田県にいる。美人を茨城県から秋田県に移しちゃったから、だから秋田美人って言うんですよ。で、茨城県の洋服は秋田県に生まれるの。で、逆に茨城県に行って、美人です。あ、素晴らしい。お父さん、あの綺麗なお顔立ちで。あれ？よく言われます。いいです、いいです。それは親にもらったもんですから。私はあの秋田の南の山形なんです。